お通夜前に喪服で弔問するのは NG 行為ですよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今回は弔問の NG 行為についてお話ししてみたいと思います。皆様は弔問に行かれたことございますよね。誰かがお亡くなりになられた時にお通夜やお葬儀に参列することが一般的でございますけれども、日程の都合によりお通夜前やお葬儀の後にご自宅へ伺うケースもございますよね。まあ、いずれいたしましてもご遺族に失礼のなきようマナーをわきまえることはもちろん重要なんですけれども、その弔問の場合は対面してお話しする時間が割と長いんですよね。なので弔問時はより一層マナーにはお気をつけいただかなくてはなりません。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそも弔問というのはご縁ある近しい人の訃報を受けましてね、ご遺族へお悔やみを伝えに行くことですよね。近しい人の訃報を受けた瞬間はね、とっても大きな衝撃と悲しみと驚きをもたらします。頭が真っ白になったりね、人によってはパニックになることだってあると思いますが、例えばお電話で訃報の知らせを受けた場合は、とにかくまずはね、自分の心を落ち着かせましょう。そして自分の心を落ち着かせて、ご遺族の方にお悔やみの言葉を伝えるようになさってください。その後に弔問のためのお通夜やお葬儀などの日取りや場所、そして喪主のお名前、宗教や仏教のご収支も合わせてご確認いたします。また、この弔問に伺うタイミングというものが実はありましてね、これには大きく3つのタイミングがございます。それは、お通夜の前、お通夜お葬儀の際、そしてお葬儀の後、この3つのタイミングでございますね。そしてこの3つのタイミングに合わせた気遣いというものもございますので、それぞれのタイミングで大切なことをここではさらっと簡単にご説明しておきたいと思います。まずお通夜前のタイミングでしたら、お葬儀に向けたご準備中でご遺族は悲しみを抱えながら慌ただしい時間を過ごしておられるタイミングでございますので、一般的にはできるだけ弔問を控えられた方が無難かと思います。ただし個人やご遺族と特に親しい間柄の場合は、お通夜の前にご自宅へ伺ってご準備をお手伝いすることもございます。やはり何事においても確認作業は大切なことでございますから、まずはお通夜の前に伺ってもよろしいでしょうかというこの確認、そして何かお手伝いさせていただいてもよろしいでしょうか、何かございますでしょうかなどね、そういったあらかじめのご遺族に確認することも大切なマナーの一つと言えます。意外とね、何もご連絡を入れずに書き込んでしまうということもあると思いますので、ご自分の気持ちをまずは落ち着かせて冷静を保ちながら、ご遺族の皆様に寄り添うお気持ちでサポートに入っていただけると幸いでございます。また事前に尋ねていいかどうかの確認作業だからといってね、何度も何度も電話がかからないからといって電話をかけ続けるのもね、逆にご準備の足を引っ張ってしまってかえってご迷惑になりかねません。なのでもしお通夜前に伺う意思をお持ちであれば、訃報のご連絡を受けたそのタイミングでお申しいただければベストタイミングと言えますよ。とはいえ訃報のお知らせというのは突然のことでございますので、普段からどこそこの方がお亡くなりになった場合は、何か自分がサポートさせていただこうというね、そういった自分の中での心づもりをしておかれるというのもね、事前のご準備として大切なことと言えると思います。次にお通夜お葬儀のタイミングでしたら、どうしても外せない用事がない限りはお通夜あるいはお葬儀に改造されるのが一般的と言えます。で最後お葬儀後のタイミングでしたら、お仕事などの関係でお通夜やお葬儀のタイミングにどうしても参列できない、日程の都合がつかない場合は、お通夜や告別式が終わった後にご自宅へ弔問に伺いましょう。お葬儀や告別式が終わった直後はご遺族の方はもろもろの手続きやね、後片付けなどでこれまた忙しいので、落ち着いた頃合いを見計らって、そうですね、お葬儀が終わった、まあ、3日から5日ぐらい空けてから、まあ、あるいはそこまで空けたら初七日などのタイミングに合わせましてね、事前にご連絡を入れてから弔問されるとマナーとしてもよろしいかと思います。まあ、突然伺うとね、先方も弔問客を迎えるご準備が整っていないということもあったりね、ご親族の心身に負担をおかけしてしまう恐れがありますので、事前連絡は必須でございます。
ちなみに弔問するのは四十九日までに済ませるのが基本ですからね。あまり時間を置きすぎずに、ご自分やご遺族の都合に合わせて弔問に伺っていただければ幸いでございます。また家族葬の場合はできるだけお通夜お葬儀のタイミングにご調整いただきまして、ご弔問くださいますようお願いいたします。なお四十九日を過ぎてから人捨てに訃報を知ったという場合もございますよね。そういう場合は四十九日以降に弔問されても失礼では全くございません。大丈夫です。その際もやっぱりね、事前にご遺族にご連絡を取っていただきましてね、つい最近訃報を知ったということとね、遅ればせながら弔問に伺いたいというその旨をね、きちんとお伝えするようにしましょうね。ということで弔問のタイミングについてお話しさせていただきました。さてここからが今回の本題でございます。弔問の際に気をつけなければいけない NG 行為3選を解説していきたいと思います。では参りましょう。弔問の NG 行為3選、まず1つ目は、お通夜前に喪服で弔問するのは NG。 弔問の服装マナーについては、実は弔問するそのタイミングによって異なってくるんですよね。ちょっと詳しくご説明いたしますと、個人と親しい間柄でお通夜の前に駆けつける場合は平時の服装で弔問いたします。平服はマナー違反というふうに思われがちなんですけれども、逆にね、お通夜前にもかかわらずきちんとした喪服で弔問すると、あたかも訃報を予見していたかのようなイメージを与えてしまって、かえって失礼に当たるとされておりますよ。なのであえて平服で弔問するようになさってくださればよろしいかと思います。またここで言う平服と言いますのは、男性ならビジネススーツ、女性ならアンサンブルなどのことでしてね、例えば T シャツやジーンズといったあまりにもラフな格好や派手なデザインの服装はできるだけ避けていただけるとよろしいかと思います。もっと細かいことを言いましたらね、女性であればメイクやアクセサリーなどにも気を配っていただきたいと思います。過度なメイクは避けて、アクセサリーも全部外して、できればね、結婚指輪以外は全部外しておきましょう。そして結婚指輪に石がついている場合は、手のひら側にその石を回して石が見えないようになんてことまで言われますけれども、まあそこまでしなくてもね、よろしいかと思います。まあ結婚指輪だけつけて、あとは全部外すようにしましょうね。あと髪色は黒が理想なんですけれども、まあいろんなご職業とかね、お立場もあることですから、髪はすっきりとまとめるくらいでも構いません。要はなるべく落ち着いた髪型に近づけるよう心がけていただければよろしいかと思います。あとは綺麗で可愛いネイルを施していらっしゃる女性も少なくありませんけれども、当然のことながら弔問時にはふさわしくありませんよね。ただネイルを落としたり外すなんてことまで考えましたら大変なこともあると思いますので、例えば黒のレースの手袋を着用してなるべく目立たなくするとかね、人目につかないようにご配慮いただければ周りへの気遣いが伝わると思います。お葬儀などお焼香時のこともありますし、やはり女性は黒のレースの手袋1枚ご用意しておかれると安心ですよね。ということで、お通夜前に喪服で弔問するのは NG 行為ですよ。どうかお気をつけていただきたいと思います。またお通夜お葬儀は喪服を着用します。これは当然ですよね。ただお葬儀後弔問なさる場合は、ご遺族に悲しみを思い起こさせないためにね、喪服ではなくやはりここも平服を着用するようにいたしましょう。ただしお通夜前に駆けつけた時のような平服ではいけません。きちんと約束を取り付けた上での弔問ですので、改まった訪問着を身につけるのが基本でございます。男性ならダーク系のスーツやネクタイに白シャツを着用いたします。女性なら落ち着いた色合いのワンピースやスーツを着用いたします。お通夜やお葬儀と同じく光り物は全部外しましてね、メイクも薄く抑えていただければよろしいかと思います。ご自分が弔問するそのタイミングに合わせまして適切な服装を選びましょうね。弔問の NG 行為3選2つ目は、お通夜前の弔問にお香典を持参するのは NG です。NG 行為一つ目と同じく、お亡くなりになることをあたかも予見していたかのようなね、そういった事前準備していたとみなされても気分が良いものではありませんので、弔問の際に持参するのは服装と同じく弔問のタイミングによって異なってまいります。その代表的なものがお香典でございますよ。お通夜前の弔問ではお香典は持参せずに、お通夜やお葬儀などのタイミングでお香典をお渡しするようにしましょうね。もしもお通夜やお葬儀、告別式に改装できない場合は、お悔やみのお手紙を添えてお香典をご郵送するという方法もございますからね。お通夜前の弔問ではお香典は不要なんですけれども、個人がお好きだった食べ物やお花をお供えすることは可能でございます。
お通夜前のお花は枕花と呼ばれましてね、ご遺体のそばに備えられます。枕花は葬儀が終わった後、四十九日の日明けまでご自宅で飾られるお花ですので、あまり派手なお色は避けて、できれば百合など白一色にまとめられるようにいたします。詳しくはこちらの過去動画で解説しておりますので、気になるあなたはこちらもぜひねチェックしてみてくださいませね。またお供え物も個人がお好きだったものを選ぶのは一般的なんですけれども、お供え物は宗旨宗派によって考え方が異なりますので、不法のお知らせを受けた際にはね、余裕があれば宗教とか仏教のご収支を尋ねられて、できれば適切なものを選択なされば理想的と言えます。まあでもね、基本的には気持ちのしないものとかね、肉や魚などの生もの以外であれば基本問題ございませんので、まあそこまで厳密に考えられなくてもよろしいかと思います。まああくまでご参考までにお願いいたしますね。弔問の NG 行為3選、3つ目は意味言葉に注意するです。まあ、やっぱりね、言葉遣いは大切なマナーと言えますよね。まあこちらの動画でもですね、意味言葉について少し触れておりますが、より詳しく今回の動画では解説してみたいと思います。まずたびたび、重ね重ね、くれぐれもというのがね、意味言葉として言われるもんですけれども、つまり同じような音を繰り返す言葉は不幸の重なりを連想させるということで、言葉を言い換えておっしゃっていただきたいと思います。たびたびは加えてに、重ね重ねは深く、くれぐれもは十分になどと言い換えられますよね。また再びとかね、おってなどの言葉も意味言葉で、これには不幸やね、災難が続くことを連想させる言葉として、避けるべき言葉とされております。意味言葉の言い換えは、再びは後ほどとかね、おっては別の機会にというふうに言い換えましょうね。さらに死ぬ、死亡、生きている頃というのは当然のことながら、死を直接イメージさせる言葉ですからね、これ当然 NG 言葉になりますよね。言葉の言い換えは、死ぬはご逝去、死亡はご生前、生きている頃はお元気でいらした頃などね、そういった間接的な言葉に言い換えられるとよろしいかと思います。おまけに、消える、迷う、切れるという言葉は、魂が消滅するとかね、この世をさまようとか、縁が切れてしまうなどのね、不吉なイメージのある言葉ですので、やはり口にするのは控えましょうね。このように意味言葉というものがございますので、心がけてお気をつけつつね、寄り添うお気持ちから発せられるあなたのお言葉は、寂しさに落ち込んでおられるご遺族のお気持ちを支えることにもなると思います。その際に気をつけていただきたいのが、安易な励ましの言葉でございます。頑張ってねとかね、気を落とさずにとかね、まあまあ元気になってねとかね、安易な励ましの言葉をかけるのは、かえってね、そのご遺族の悲しみを助長させてしまう可能性がございます。まあこちら側とすればね、良かれと思ってかける言葉なんでしょうけれども、そういう場合は本来言葉はいりません。そっと寄り添っていただくのが何よりの支えになることもございます。弔問では個人を悼む気持ちを最優先して、何かお言葉をかけるにしてもね、お悔やみの言葉のみを簡潔に伝えるようにして、あとはそっとね寄り添いにいたしましょう。ということで今日のまとめです。弔問ではご遺族の方に失礼のなきよう、服装や持ち物、あるいは言葉遣いなどの基本的なマナーをわきまえて行動するようにいたしましょうね。そして服装や持ち物は弔問に伺うそのタイミングによって異なってまいりますので、どんな服装や持ち物は適切なのか、事前にしっかりと確かめておくことも大切になってまいります。ぜひね、今日のこの動画をご参考になさっていただければ幸いでございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。